横浜スタジアムです。セ・リーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの14回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、チーム同士の相性の良し悪しというのはあるものなんですか？まあ、おそらくですね、結果を見るとまああるようですね。そうですよね。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。ジャイアンツマウンドに上がります。2球目打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。2回の表、ジャイアンツの攻撃、バッターは岡本。昨日のゲームで見事なバッティングでチームに貢献しています。さて、ベイスターズの先発は須田。ここまで6試合に登板して0勝1敗という成績。前回の登板は4回3分の2を投げて奇跡と打ちました。高く上がった、いい打球が飛んでいる。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。そしてこれが今シーズン60本目のツーベースヒットということになりました。さあベイスターズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあただこういったプレッシャーの中で力を発揮しきれない場面も見受けられますから、自信を持って投げてほしいですね。直撃ボールフィークどうだ、あ、ほんまやな。坂本打つな。ジャイアンツベイスターズ痛い一発を浴びています。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。こういうままで高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけどね。はい、小宮山さん、警戒はしていたんですけどね、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。なんとも痛い失点となります。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。三遊間抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。あ、このホームラン打ちたいな、こういう時。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でも、ここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。そうですよね。まあただピンチの場面では力を発揮しきれてない印象がありますので、自分の抜けた、センター前に抜けます。中継にボールが送られる。サードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ追加点、5対2ベイスターズ。さらに二塁一塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。こちらが先ほどの配球になります。まず何を投げてくるか。まず打ちをついてきました。2球目は何で来るか。アウトロー、空振り、打ちました。これがどうだ、ワンバウンドヒットになりました。うん、ホームランが惜しい。これでシーズン最多安打記録を達成。ツーアウト二塁一塁。ホームランが惜しいな。さあシーズン、最初はボール。まあここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいです。いけー、よっしゃー、もうちょいで50号出ない。このホームランで
ね。結局ライナーでスタンドまで運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。ジャイアンツ大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。坂本すごいな。ありがとうございました。失礼しました。2015のデータなんだよね。失礼いたします。向こうから打ちよったもんな、こいつ。